それでは席に戻ってください。ライト級68キロ以下契約キックルールワンマッチ、佐々木 VS 井上力人です。まずは青コーナー、佐々木選手、体重計に乗ってください。佐々木選手 65.80キロクリアです。続いて赤コーナー、井上力人選手、体重計に乗ってください。井上力人選手 67.65キロクリアです。それでは正面に向かってファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それでは席に戻ってください。フェザー級65キロ以下契約キックルールワンマッチ、ユート VS 前田島純です。まずは青コーナー、ユート選手、体重計に乗ってください。61.60キロクリアです。続いて赤コーナー、前田島純選手、お願いします。64.40キロクリアです。それでは正面に向かってファイティングポーズをお願いします。フェイス2フェイスでお願いします。それではお座りください。続いて第10試合です。ウェルター級75キロ以下契約キックルールワンマッチ、ジュキア VS タカ AKA 悪魔王子です。まずはジュキア選手から体重計に乗ってください。74.45キロクリアです。続いて赤コーナー、タカ AKA 悪魔王子選手、お願いします。73.0キロクリアです。それでは正面に向かってファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それでは席に戻ってください。続いて第11試合です。ミドル級80キロ以下契約キックルールワンマッチ、生田祐希 VS 広美香です。まずは青コーナー、生田選手、体重計に乗ってください。
79.45 キロクリアです。続いて赤コーナー、ヒロ三河選手お願いします。74.95 キロクリアです。それではファイティングポーズお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それでは席に戻ってください。お座りください。お願いします。サキです。明日は殴って殴って殴って失神させるんで、救急車が来て時間が間に合わないようにすぐ救急車呼んどいてください。明日は失神してマットに沈めます。続いて井上選手お願いします。やっと来たなって感じじゃない。お前に一つ聞きたかったんだけど、オーディションの時お前どういうつもりで俺のこと殴ってんだよ。お前が殴ったからだよ。当たり前だろ。当たり前か。当たり前なんだ。単純だろ。お前は客なんだよ。は？俺が接待してやってんだよ、わかるかお前。何お前偉そうなんだよ。まずやってやってんだよ。お前喧嘩屋なのに偉そうにしてんじゃねえ。喧嘩変えよ。喧嘩変えねえから偉そうに言ってんだろ。上から喧嘩買ってんだろ。成立してんだろお前。この試合するよ。じゃあ今から上言ってんじゃねえよ。明日試合すんだから。明日試合すんだから上から言ってんじゃねえっつってんだよ。上からの下からねえだろ。上なんで。何がじゃあ接待。俺が上なんだよ。だから明日負けるんだよ。客なんだよ。勘違いすんな。明日お前負けて死ぬんだよ。死なねえだろ。は？死なねえだろ。じゃあなんでスリランカ人の時お前らなかったんだよ。どうやって殺すんだよ。言ってみろお前。は？お前ハイキックで失神系用だわ。おめえ救急車呼んでない。時間かかるからだろうげ。あと一つ言い忘れてたんだけど、俺このブレイキングダウン盛り上げるために鼻折れたみたいなこと言ってやってんだけど。てめえのクソパンチって鼻なんか折れるわけねえだろなあ。運営もなんか鼻大丈夫です。だから不可視だろ。不可視だよ。偽物なんだろ。嘘つきなんだろ。嘘つきですってみんなの前で言ってんだろ。こんだけおる人の前でよ。お前気持ちよくなってよ。お前気持ちよくなって自慢してんだろ。いろんなとこで俺鼻折ってやった鼻折ってやったんだけど、鼻折ってやったなんて言ってねえよ。てめえの鼻お前の鼻なんて折っても興味ねえんだわ。なんなんだお前。なんだお前が。お前がなんだ。あ？お前がなんだ。俺は井上いる人や。明日沈むからな。黙っとけ。どうやって沈めんだ。救急車呼んどけや。おめえが呼んどけよ。じゃあなんでおめえ。あ、呼んどいてやるわ、はい、お前のためにな。あ、沈めてやるから待っとけや。カスが。カスじゃねえよ。おい、なんだ。なんだよ。ありがとうございます。なんだって言ってくるからだろう。席にお戻りください。席に戻ってください。何が68で言ってんだよ。お前の体重に合わせてんだよ。いちいちぐちぐち言ってんじゃねえよ。ぐちぐち言ってんのてめえだから全部廃止ってやってんだろうがお前。アホなのかお前。自分が言っとること考えてみろよお前。どういうこと。自分が言っとること考えてみろ。僕嘘つきましたってこんなお前みんなの前で言ってお前ダサくねえのか。まずどこ嘘ついてんだよ。鼻折れましたってだから盛り上がってんだよ。それで盛り上がってねえだろ。別に俺鼻折ったって自慢してねえし。あ、お前いろんなとこ言ってんだろ。お前いろんなとこって誰に言ってんだよ。また鼻掘ってやっからな。お前なんかお前を全然売れてもない。俺なんか嬉しくねえわお前。まあいいや、こいつ話してもしゃあねえから。もう明日ぶっ飛ばしてやっからよお前。明日沈めます。では続いて、はい、滋賀県から来ましたゆうとです。試合決定してから前田島選手の対策もしっかりしてきたんで、まあ余裕です。で、まあ前田島選手のこと僕男として人間として尊敬してるんで、明日は失礼のないようにバッチバチするんでよろしくお願いします。続いて前田島選手お願いします。あ、千葉の魚都から来た前田島です。まあ、言うと知ってるけど、まあ、明日は試合だから俺も倒す。もう KO で倒しちゃうから
まあ、対策どんな対策ねってわかんないけど、まあ申し訳ないけどぶっ飛ばさせてもらうわ。ありがとうございました。続いて第10試合です。ジュキア VS タカ AKA 悪魔王子です。まずはジュキア選手から意気込みをお願いします。なしでよろしいですか。ではタカ AKA 悪魔王子選手意気込みをお願いします。はい、ヤマン、ワーガンブレイキングダウンピープル、調子はどうですか。悪魔王子の登場だねえ。この前さ、ジョーリーにやられてからさ、修行してきたよ、今回。喧嘩殺法。ねえ、今回番長対決。ねえ、西対東って思ってんだけど、俺。隣のやつ喋んねえんだよな、こいつ。なあ、おい。お前こっち向けよ。透かしてんだよな。どうなの、これ。ねえ。お前、試合の時ちゃんと来いよ、おい。静かだな、こいつ。まあ、きっちり試合勝って盛り上げるんで、今回よろしくお願いします。ピースよ。ありがとうございました。では続いて第11試合です。生田祐希 VS ヒロミカワです。まずは生田選手から意気込みをお願いします。北九州から来ました生田祐希です。今回ヒロミカワバック、三河幕府、幕府かのボスと戦えるんで、まあしっかりボス倒して三河幕府傘下につけますよ。楽しみにしとってください。楽しみしてるよ。喧嘩っつったらよ、俺たちを見ろ。喧嘩が見てんだろおめえら。俺たちの試合喧嘩だよな。盛り上げようぜなあ。俺はよ、明日よブレイキングダウンを響かせるよ。お前はどうなの。ボテボテします。ボコボコにしてやるよ。俺がミスターフルボッコだこの野郎。俺がミスターフルボッコ。いただきます。おっしゃ、明日白黒つけよう。よろしく。楽しみです。おう、ありがとうございました。